趣味でやっていた漫画が有名週刊誌でかなり優秀な賞を受賞したのですが、週刊誌に載せず SNS や YouTube などを使って個人掲載するのありですか？まあありじゃないですか。内容はダークファンタジーで画力がものすごく強化されたので、サムネは綺麗に色付けして工夫するつもりです。自分は21歳でネームが2000話週3連載するつもりです。方向性として正しいんですけど、話題にするための手段をちゃんと持ってますか？多分その、賞を取ったので、それなりに面白いんだと思うんですけど、作品が面白いっていうのと、世の中の人に知られて見られるようになるって、別の話なんですよ。鬼滅の刃って、皆さんも日本中の人ほとんど知ってらっしゃると思うんですけど、ジャンプ連載当時、そんなに人気なかったんですよ。ジャンプ連載当時に、鬼滅の刃面白い、だからジャンプ買うって言ってる人、周りにいました。単行本とか出始めても話題にならなくて、鬼滅の刃が話題になったのって、アニメになってからなんですよ。週刊少年ジャンプって今でも300万部とか400万部出てるはずなんですよね。ってことは300万人400万人が鬼滅の刃見てたのに、そこまで面白いって言って周りに進めてないんですよ。アニメという手段を取って、初めてなんかネットフリックスとかで見て、これ面白いじゃんって話題になって、映画が来て、で日本中でニュースになるっていう状態なので、なのでその面白い作品っていうのをがあったとしても、それが世の中に知られるかどうかっていうのは別の話なんですよ。鬼滅の刃がひょっとしてアニメ化してなかったら、ここまで有名になってないかもしれないですよ。進撃の巨人も流行ったのアニメ化してからなんですよね。だって絵が下手なんだもん。